今現在って急に出来上がったものじゃないんですよ。で、私たちは長い長い流れの中の今このラストの端っこにいて、でこれから先も何か続いていくだろうと思い込んでいます。その思い込みが実現すればいいんですけれども、そのずっと続いていくとしたら、じゃあ何を残すか、何を語り継ぐか、何を伝えようとするかっていう、そういうものが実は今問われてるんですよね。だから日本文化を残すっつってもきっとね、時代ごとに多少形は変わってくると思うんですよ。その形が変わる方が自然だと思いますので、無理せずと言いながら、ちょっとぐらい無理しないと面白くないんですけどね、やっぱりそういう文化を語り継ぐっていうことは、実は自分たちのアイデンティティを再確認することでもありますので、自分の生き方にもつながることですので、もう分かりきってると思ってることでも意外と分かってないことって多いんですよね。これね、年を取れば取るほどね、思い知らされるんです。知ってると思ってたのは勘違いだったっていうことがいっぱいありますが、そういうね、あ、勘違いだったって気づくことが多ければ、実り豊かな人生だと言えますよね、そう思って発掘と継続と継承に頑張ってください。